南三陸金火山国定公園は三陸海岸南部宮城県に位置していた国定公園であった。名の通り三陸海岸の南部と金火山を中心とする海岸公園であった以南の海岸が同国定公園となっていた。1979年3月30日指定。2015年3月31日。 三陸復興国立公園への編入に伴い、国定公園としての指定は解除された。金火山はこの国定公園最大のハイライトであり、河口岩室からなる断崖が差し迫る。黄金山の神社が鎮座した聖域でもあるため、車窓には天然のブナ林、モミ林が残されている。また日本自家を新緑として扱った歴史があり、自然動物の宝庫にもなっている。 その一方で、増えすぎた歯科による食害も深刻となっている。南三陸海岸一帯は、複雑な入り江が連続し、海水浴場も多い。また、椿島、八景島など団地性の植物群落が見られる。なお、日本三景で知られる松島はこの公園の西側に位置するが、県立自然公園と丸であり、国定公園区域には含まれなかったが、 将来的に三陸復興国立公園に編入することが検討されている。ありがとうございます。